セビージャに、1マンチェスターユナイテ、L 準決勝、ヨーロッパリーグ準決勝のセビージャ対マンチェスターユナイテッドが現地時16日に行われた。試合は2、1でセビージャが勝利、収めた。今シーズンの L はダゾーンで、いつでもどこでも単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、決勝への切符、かけた、大一番は、早い時間に動いた。開始7分、5、ル前で、マルシャルからパスを受けたラッシ、フォードが倒され、ユナイテッドが PK を獲得。5、お、ブルーノ・フェルナンデスが決めてスコが動いた。しかし、セビージャも負けていない。26、左サイドを突破したレギロンのグラウンダのクロスに、裾が合わせて、同点とする。1、1で、理返すと、後半の立ち上がりにユナイテッド、猛攻を仕掛けた。だが、相手 GK ブヌが攻守を連発、かなか勝ち越しゴールが決まらない。この時、に耐えたセビージャが、78分に逆転する。右サイのヘススナバスがクロスを入れると、途中、バノデヨングが押し込んで2、1、大きな1点が待った。残り時間で猛攻を仕掛けるユナイテッドだが、最後までゴールは奪えず試合終了。セ、ジャが、決勝進出を果たした。準決勝のもう1、合わせ、インテル対、シャフタールドネツクは、うつつ、時間17日に行われる。得点者、9分0、1ブルーノ・フェルナンデス。マンチェスターユナイテッド26分1、1スソ、セビージャ78分2、1デヨング、セビージャ、組み合わせ、対戦表はこちら、両。